ではまず先行のシャムからシャウトを会場に向かってお願いします。ナイスパニック、ナイスパニック、高校こまめやるしかないっすね、yeah。それではこの試合の大切なビート聞かせていただきましょう。ビートはコエンバー。 OK、 ナイス DJ、 またいただきました。それでは行きましょう。ベスト8第3試合、先行者も高校こまめ、yeah。 ビートはコエンバー、 Ready Fight。今の若い奴らみたいなフレッシュなラップじゃねえ、俺たちは泥臭さ一本で勝負だ。 Yo、 ここは日本のトップを決める、まずのまずは予選、寄せばいいのにやっちまうんだよね。俺たちは愛しさと切なさと心強さはもちろんバッチリ持ってるよ。現実と幻想メルトダウンしちまう前に俺たちの情熱に火をつけろ。 Yo、 まずは小山くんのビートを聞いたら寒い棒が立った。お昼に会った時はあん時は笑顔だったけど今はバチバチ火花散らす、これが勝負そう。俺も同じ気持ちでレッドブを先行してる。どっちがリアルかかっこいいかプロップスがあるかを勝負、それ出して。いや俺若いやつに見せたいぜ、ディスんなくてもこうやってバチバチのバトルができんだよ。俺も腹ん中男が一度決めたんだら俺もやる、それしかねえ。一度振り上げた刃は下まで下ろすのが仁義ってもんだよな俺たちはな。俺も茨城ちゃんとレペゼンだけど今日ここにいる奴ら全員を背負ってく。いえ、まずはバトルをしっかり見といてほしいけどこの音も一緒だぜ。バトルの一箇所全てがエンターテインメント、分かってる奴らが盛り上げろ。ゲロンザマイク爆発すんぜ、俺は古賀シティ生まれだからどうやって狂ったように花咲くか、こんな場所で負けるとか考えてねえわ。スター、これまたナイスバトル、判定つけていきましょう。先行シャモン、高校こまめ、あーこれはワンモアですわ。それではもう一回聞かせてください。先行シャモン、高校こまめ、これはごめんなさい、エッジ用でお願いします。これはいい勝負だ。ではビートが、延長ビートは DJ マッシュ聞かせてください。かっこいいぜ。それでは決めていただきましょう。入れ替わって先行がコマメ、後攻がシャモン、 DJ マッシュ Ready Fight。 ここまで来たらいい勝負できたで握手はねえな。いや、シャモ君に勝ったら俺も一バトラーとしてちょっと一皮むけそうだ。いや、俺はそうだバーボン濃いめの超トップ、よう分かる、あなたなら分かるだろシャモ君、さっきからいいバイブスがずっと届いている。間違いねえ、人皮も二皮も抜けた、鶏柄、豚柄、人柄が一番。間違いねえ、喉もカラカラになっちまいそうだ、だから俺のソウルは絶対に消えないさ。俺もずっと思ってたんだよ、茨城つくば十何年目が出てねえ、そして親父の仕事で千葉に行ってずっと思ってた、俺は絶対に茨城にこうやってマイク握りに帰りてんだ。シャモ君は千葉のホルダー、俺は古賀シティのちょっとしたホルダー、若い頃からずっとマイク握って火花散らしてる、バチバチするタイプ超ヤバいで、一皮抜けたら俺の裏側から何が出るのかな、カタカナ英語日本語ヒップホップドープロック間違いなく。いや間違いねえだろ、こういうヒップホップがやりたかったんだよ俺もな。そこら辺の草バトルじゃねえ、これは情熱の証明、証言聞いて首を振ったあの時から何も変わらねえ。至ってシンプルだぜ、これがヒップホップ、レペゼンなんたらとか言ってるやつじゃねえんだよ。今日ここ、ここに答えがあるんだよ、それの目撃者はお前だって話だぞ。スタート、 OK、 目撃したからにはがっちり決めてもらいましょう。先行コマメ、後攻シャモン、まずはシャモン先生方の意見も聞いてみましょう。レディージャッジ、赤、勝者シャモン、
ナイスバトル、こまめにも大きな拍手。いやー、この人に勝ったら俺もマジで一皮むけるかなと思ったんだけどね。また来年頑張ります。ペース、シャボ君ちゃんとみんな応援してあげてね。ありがとうございました。